高月中学校、高等学校は、学校法人大阪医科薬科大学が設置し、大阪府高月市沢原議長2番5号に所在する、市立中学校、高等学校。中高一貫教育を提供し、高等学校においては、生徒を募集しない、完全中高一貫校である。大阪府高月市には、戦前公立休成中学校がなく、住民の熱意に応える形で、 大阪高等医学専門学校理事長の東堂、健創が、京阪電気鉄道有田国警社長、高槻町、磯村八重門町長の出資をもとに、高槻中学校を設立。1951年に、ようやく不立高校が設立される際は、市から何度も解消を要請され、提唱に断ったという。1947年新生高槻中学校、併設。 1948年、新生高月高等学校となり、2016年度まで男子の私立中高一貫校となる。東堂は安定した偉大経営を背景に、初代校長にはなだ中学教頭、吉川昇を迎え、現場には必要以上の干渉をせず、教員に任せたことで、早くから進学校としての地位を確立した。 1960年代には兄弟などの旧帝大に合格者を輩出している。裕福でなくても通えるように、切り詰められるところは切り詰めて、学費を安くし、公表している、学費以外に寄付は募らない明朗な経営を行う。華やかさはなく、全体を底上げし、個性重視でバンカラな校風は、旧正中学校の寄付があった。長らく男子校であったが、 少子化や公立高校の大胆な教育改革に背景に2004年高校募集を停止し完全中高一貫校となる。2017年より女子学生を受け入れ2020年現在男女教学科の移行過程にある。この間に経営強化のため2014年学校法人高月高等学校は学校法人大阪医科大学と法人合併し、 2016年、学校法人大阪薬科大学と合併し、経営母体は、学校法人大阪医科薬科大学となっている。この結果、高槻中学、高校は、大阪医科大学、大阪薬科大学との広大連携の教育活動も展開している。2014年、3コース制となる。創立の経緯から、大阪医科大学と交流があり、 本校の歴代の理事長は、同大学の学長、理事長経験者が就任。2011年度から、同大学での体験授業並びに実習が、本校生徒向けに行われている。こうした経緯から伝統的に、医学部への進学者が多く、在籍者にも、医師の指定が多いという特徴がある。2017年3月に、南東、2018年8月に新図書館。 アクティブラーニングコモンズ及び行動が完成。2020年春に新本館が完成した。2020年、創立80周年を迎え、卒業生は1万5000名を数える。大阪の北東部に位置する高槻市は、島上堀の中心であり、江戸時代には、高槻藩3万6000国の城下町が置かれ、藩校、青画堂も設けられていた。しかし、明治以降、 三島軍への統合以前から、島下軍の茨城にその中心性が移った。同軍西部の水田や豊野軍の豊中、池田にも、市政志向で先を越され、大阪府立中学校の誘致合戦では、池田市に軍配が上がった4月、大阪府立第16中学校創立。戦前、当時の高槻町にはすでに、東海道線と新京阪線が通り、 ホワイトカラーが多く住んでいた住宅地である。中学校設置を求める島城地域の父母からの強い教育要望を受け、大阪高等医学専門学校理事長、東道健造は1940年10月、京阪電気鉄道や地元の名士など、多数の有志の協力を得て、三島郡高槻町大和祭天川に、高槻中学校を創設した。 創立の1940年当時、初代校長には、当時のだ中学校教頭であった、吉川登を迎え、翌年4月、岩手尋常小学校の校舎の一部を借用し、学者として歩み始めた。吉川は、校訓として、真面目に、強く、上品にお提唱し、旧正中学校時代からの進学校の良さと、個性重視の教育を伝統として受け継ぎ、 私立新学校としてその地方を固めてきた。教育環境の整備に努め、1980年、高校校舎、1982年管理校舎、1984年、東道記念体育館、武道館、1985年クラブ室を、増改築、1992年、第二体育館、新築、1993年全教室に、 冷暖房設備を施し、2000年中学進行者が完成、さらに2002年に図書館を増改築して、図書、総合教育センターを新設している。学校改革中の現在においても厳格な校則を有さず、旧正中学校の個性重視で万からな校風を引き継いでいる。ミッション実現のため、英語教育改革、国際教育、 探究型教育の導入を進めている。大阪医科大学、大阪薬科大学との広大連携により、グローバル教育と先進的な生命科学系サイエンス教育を特色ある教育の二軸として標榜している。学習指導においては、伝統的に読書指導、ディベート、読書感想文など、大学受験とは直接関係のない教育にも力を入れており、 受験勉強に偏らない学力の要請を重視する。一方、高校2年までに中学、高校の課程を終了し、高校3年の1年間は大学受験のための演習に費やすほか、OB による講演会や大学出張講義といった進路指導イベントを各種開催するなど、受験指導、自らの進路に対する意識づけにも力を注いでいる。 最の調和の取れた全人教育という教育理念のもと、それぞれの教育分野に特化した3つのコース性が取られている。大半のカリキュラムは全コースで共通としており、希望する進度によってコースを選択する。中学入学時点で全員が所属する。中学3年に進級する際に GS コースがコースのいずれかに移動するか、そのまま GL コースに止まるかを選択する。 高校2年に進級する際、さらに理系クラスと文系クラスに細分化される。難関国公立、私立大学に進学できる学力を養う。先端学力値とグローバルマインドセットを備えた生命科学系リーダーの育成を掲げている。理数科目の学習に重点が置かれる。スーパーサイエンスハイスクールの基準に合わせたカリキュラムが設定され、 科学に特化した独自の設定科目である SS 課題研究、SS 科学英語等の内容を履修する。さらに国内や海外の大学、企業と連携し、多様なプログラムを実践している。中学3年に進級する際に選択できる。コースの特性上、中学3年時より理系クラスのみの編成となる。南韓大学の医学部、 理系学部に進学できる学力を養う。医科大学と一体化したアジア圏の人々の健康を支えるグローバルリーダーの育成を掲げている。グローバルな課題への取り組みを通じ国際社会で活躍できる次世代リーダーの育成を目指す。スーパーグローバルハイスクールの基準に合わせたカリキュラムが設定され本コースが中心となって大阪医科大学や大阪薬科大学。 京都大学グローバルヘルス学際融合ユニット等と連携し事業を実践する。GS コースと同じく中学3年への進級時に選択できる。GL コース同様、高校2年への進級時に理系クラスと文系クラスに分かれる。南韓国公立、私立大学に加え海外の大学への進学も視野に入れたコースとなっている。2014年に 文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール事業に2015年に SGH アソシエート事業に指定。第2期も指定された SSH では大阪府内の私立学校では唯一で SGH も私立2校のみ指定の一つである。文化祭、体育祭は生徒による選挙によって選任される委員会によって企画、運営がなされ、教師は一切介入しない。 クラブの運営予算も文化系、体育系問わず、クラブの代表者が一堂に会しての合議によって配分額が決定される。また一時期制服を廃止するかどうかが議論となったが、全校生徒による投票が行われた結果存続が決定して現在に至っている。クラブ活動は盛んであり、中学校ではほぼ全員、高等学校でも8割に上る生徒が何らかの クラブに所属している。特筆すべき実績を挙げているクラブとしては、運動部では、アメリカンフットボール部、陸上部、野球部、文化部では、将棋部、鉄道研究部、吹奏楽部、囲碁部などが挙げられる。は男子のみ入部できるクラブは女子のみ入部できるクラブは、新入部員の募集を停止しているクラブ中学入試のみである。男子百八十名、女子九十名である。 4教科型、3教科型に加えて、英語選択型もある。1月16日に、全体の役に、3を募集する。翌日、合格発表の後、国三理型のみの B 日程の入試が行われる。1クラスは45名。京都大学、大阪大学、神戸大学、同志社大学、立命館大学を中心に、毎年数多くの生徒が進学している。 近年で最も進学実績が良かったのは2000年で東京大学に6名、京都大学に51名、大阪大学に34名、国公立大学医学部医学科に29名の合格者を出した。さらに2011年に5名が東京大学に合格して以降7年連続で東京大学の合格者を輩出している。ここ数年、 進学実績が伸び悩んでいることから、これまで学習、進路指導の面に関心の低かった学校側も、生徒の自主性を重んじる工夫は維持しつつ、学習指導面での強化に乗り出している。2017年度の合格者は、東京大学4名、京都大学24名、大阪大学25名、神戸大学22名、国公立大学医学部医学科21名等である。 ありがとうございます。